始まるね。早いですね。早い。ところでさ、開幕戦するのに今年光を使って盛大にやるのか知ってる？なんかちょっと記事で見ましたけど、でもすごいですね、LED。スマホとその辺音を連動させて。連動するんですよね。そうそう。すごいですよね、それね。ちょっとそのデモをちょっと鈴木選手に。僕がやれるんですか。でもお客さん絶対楽しめますもんね。そう。ちょっと軽くお願いしていいですか。失礼します。これか、M アプリ。そうそうそう、M アプリ。っていうのを起動して、左下に。フラッシュ？そうそうそう。これか。うん、そこを押す。じゃあ、電気消します。はい。どこが光るんですか？今から音を出します。ああ、そうですか。はい。置いて。おお、すごい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 。これみんな同じ動きをするってことですよね。もちろん。開いてたら。みんな。これすごくないですか？そうそうそう。で、その携帯をちょっと揺らしてみてください。揺らす、まあ、こういう感じで3万人がみんなこうやってスタンドで、ああ、そうか、こうやって、うん、そう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 。あ、すごい。ただ結構多分すごいと思う。あ、すごいすごいすごいですね。予想以上にすごいでしょ。楽しみでしょ。これ明日とかやばいんじゃないですか。やばいよ。例えば俺の携帯でやると、もうダウンロードしたら誰だってできるんですか。ダウンロードしたら誰だってできます。僕も M アプリ持ってますよ。すごいっていう感じで、明日スタンドが色鮮やかになります。素晴らしいですね。楽しみ。楽しみですね。明日だといっぱいですよね、うん、お客さん。もう迷うかも。いやー、やり返したいですね、去年のね。明日開幕戦、いいですね。こういうお客さんも楽しめるコンテンツもあるし、うん、はい、楽しみです。勝ちましょう。勝とう。これ、勝ってヒーロー中とかもやるんですか。勝ってヒーローでミッドゲームやるんです。おー、いいっすね。はい、試合開始前もやるんですか。試合開始前もやります。はい、セレモニーで。セレモニーでやるんですか。まあ、守備付きだったり、スタメン発表の時だったりっていう。スタメン暗くなんですか。ああ、スタメン発表。はい、ああ、すごいな。変わるっすね。だいぶ変わるっすね。楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ明日、いよいよ明日勝ちましょう、うん、明日勝ってやりたいですね、ビーヤーね。ビーヤーやりたい。よいしょ。はい。